ディスカバリーパーク、ヤイズ天文科学館は、静岡県ヤイズ下尻にある天文科学館。ディスカバリーパークヤイズの一つ。名誉館長は、漫画家の松本玲二。ディスカバリーパークヤイズは、宇宙、海、自然をテーマとして、人々の自然科学への関心や知的好奇心の向上と、その育成の支援となることを目的に、1997年7月20日に、 開設された複合施設である。天文科学館、ときめき郵政館と温水プールの水夢館からなる。天文科学館では、星座や隕石、太陽系など、宇宙に関する展示や実験イベントを開催している。開館に先立つ1997年4月1日には、松本霊児を名誉館長に迎えている。また、世界各地で、 電波望遠鏡を350台以上制作した、焼津市出身の技術者、の月づ次総二郎を検証し、その業績を紹介する。2006年4月から指定管理者制度を導入し、公益財団法人八津市新高校舎が指定管理者として運営を行っている。パネルや映像展示のほか、来館者がスタッフと共に、ミニ実験や科学に関する工作を行い、 科学に対する知識や探究を楽しめる体験型の展示室となっている。世界的な天体望遠鏡製作者、のりづき総二郎が最後に製作した東海地方最大級の天体望遠鏡が据えられている。天候が良ければ、青空でも星を観測することが可能で、昼、夜間それぞれで観測会が開かれる。 スタッフがドームに投影した天体図や写真を使って星や宇宙の話題を紹介する生解説プログラムや CG 映像を駆使したシアタープログラムなどが開催され星座や宇宙に関する学習ができる。ありがとうございます。